ですが金森、金森はかわした。さあ金森から前、これはいい展開になるか。福岡クルークス追い越すのは前島、クルークスからのボールは、クルークスとしては少し珍しく精度を変えてしまいまして、大きくなってというところになりますが、はい、クルークスからのボールあと、ただこれ金森、前島、そして前、まだ高さのある選手がエリアの中に残っている状況は福岡。金森、金森近くには宮もいますが、ここで宮に預ける。そして金森、ファーサイド少し離れたところに山岸がポジションを取っていますが、さあクルークスからのボール流れて、金森は浮いた。最後金森のシュートでした。前、山岸はこれはいいパスワーク、中村、そして金森だ、金森、金森、中村、ルキア呼んでいる、そーっとバックヘッド、金森のバックヘッドでしたが、まあ、ルキアもあったかもしれないですけどね、まあ、この後ね、どこまでプレーをするかというのはもちろん分かりませんが、はい、さあ、金森。そして七からのボール、アイデアはありますし、当然テクニックもあるし、うん、まあ、うまく前とコンビネーションが作れるといいかなって感じがしますね。はい。